はい皆さんこんにちは村長です今日はちょっと YouTube の話題を詰めてみたいと思います YouTube 全般のことについてはたくさんいろんな人が僕よりももっともっとすごく伸びてる YouTuber の方がこうやればいいああやってみないかそんなようないっぱい勉強になる YouTube がたくさんあるわけですけれども僕は約10年ちょっと音楽のプロデュースをずっとやってきてようやく 本最近に YouTube の収益化ができるようになりましたそこらのところも含めてミュージシャンの YouTube がいまいち伸びない5つの理由というテーマでお話をしたいと思いますまず第一に伸びないと言ってしまう 数だけのためにやってるんじゃないんだというそういう言葉です確かにそれは重要なことだと思うんですね YouTube がいいからミュージシャンとして成功してるかそんなようなことは全く関係ない話であってみんなどこで自分を表現するかというのは人それぞれいろんなポリシーがあってやってるんだと思うんですけれどもやはり社会の仕組みで どんなところでも結果というのはどうしても音音楽楽ならがが成功したかかどうううとといいい評価につながりやすいというのも事実です YouTube を伸ばしたいと思ってない人は今日の話は聞く必要もなくってやはり YouTube をもしくはそれに類するようなストリーミングサイト SNS を大きく伸ばしてファンの方を たくさん作りたいというそういう夢のある方に聞いてもらいたいと思ってお話ししているわけです。YouTube の数というふうに聞いてしまうと何か違うと思うこともあると思うんですけれどもファンの数を増やすということは YouTube だけじゃなくこれからライブをしたりいろんなところでそれが生きてくるそういうふうに思って取り組まないとそう簡単にはうまくいきません。そして2番目は、 それで成功するといいう強い意志があるかどうかです YouTube をライブの合間にやってるんだというようなそういう気持ちではなかなか YouTube で成功すするのはととっても難しいと思い思ま SNS ストリーミングサイトそういうものはやはり時間と手間をかけてやらないと片手間仕事でなかなかできるようなものではありません。 やはり普通のユーチューバーさんが言ってるように毎日投投稿稿ででももすするる、とか、最低限でも週に2、3回投稿するこれぐらいの意思が必,要です必ず音楽である必要はないと思うんですけれども動画のアップというのはそれぐらいの頻度でないとこのあとにもう少し話しするんですけれどもそれがとっても重要なポイントを握ると思います。 3つ目はそういうういいい時代にななっていくということこは、はみんな少しは肌で感じてると思うんでですね。でもどこかではそんな難しい時代になってほしくないとか音楽ってそれでいいんだろうかとかやはり変わっていくことへの、まあ、期待と恐怖がまだってなかなか自分がそういう SNS コンピューターそういうものと 自分の音楽とがどうリンクしていくのかがとっても不安に思っている方が多いんだと思います変わらないと言ってもこれは嫌でも変わるんですアンプがなかった時代マイクがなかった時代それでも音楽はありましたが今多分それなしではもうどうにもできないと思いますクラシック音楽であったりとかオペラ音楽であったりとかそういう場合は 別ですけれども、ロックやポップスそういった中ではここのの電子とというものを切り離すことはできません。できないことは分かってるんですけれどもちょっとここしばらく出てきたのはその電子楽器とかそういうものでもなくですねやっぱり新しい何とも得体の知れないものということがあってみんな戸惑ってるんだと思うんですね。ですから、 そこらを自分の中で絶対にこういう時代が来るからそれらの知識をつけておこうもしくはそのインターネットという世界にファンの方をどうやって捕まえれるかそういう取り組みにチャレンジしておこうという意思がとっても大事に思います。次は収益化の難難ししさををいいととうこと分かってても ちゃんんとした数字ででで把握できてないななような気がするんでするね。僕の音楽の仲間でいわゆるインディーズといいましょうか週末ミュージシャンからできれば音楽で成功したいなと思ってるぐらいのそういうミュージシャンの人が YouTube をやってる方はたくさんいますけれどもなかなかチャンネルの登録者が 100人、200人かから何とも増えなかったりですね。そしてもちろん YouTube では1,000人のチャンネル登録とそして4,000時間の総閲覧が1年間でない場合何の収益化にもなりません。これは音楽だけじゃなくてて全ての YouTube で言えることなんですけれどもその収益化を具体的な数字に落としてみたら どういうういことになるでしょうか僕も一生懸命音楽のコンテンツを上げてきましたけれどもやはり最初の頃っていうのは300人ぐらいの人が閲覧してくれればいい方で多分これを聞いてらっしゃる方もそういう方がとっても多いと思うんですね。そして300人ということであれば大体いい楽曲というのは5分ぐらいあるわけで。 そして実際再生してくれてる時間というのは約2分ぐらいいじゃないでしょうか。この2分ぐらいで300の閲覧が平均的にあるとしたらそれは約600分ということになりますそうなると年間4,000時間やらないといけない。 ということになりましたらそれの400倍の動画を見てもらわないと4000時間には到達しないことになります400個の動画を作るとなったら365日しかない毎日のことで到底そんな音楽の数を作れることもなく例えばまあ毎日頑張ろうとか言って 弾き語りでジャンジャンジャンとこう鳴らしてやった程度ではなかなか音楽のクオリティという問題も含めてもちろんそういう簡単な弾き語りスタイルが好きな人もいてると思うんですけれどもなかなかそれでは YouTube が流行ってくるというのは難しいと思います。なぜそこらが難ししいのでしょうか。YouTube、に音源を上げるイコール、 本少し前まではアマチュアの一つの特権でもあったわけですねメジャープロの人は CD の販売というような見地からもフルの音楽を公開するということはなかった時代が長く続きましたでも今や YouTube で成功すると何億回もしくは平均的にはメジャーアーティストさんでは約1万 100万回200万回の閲覧はざらにありましてそれの収益を考えたら YouTube をもうやめるという選択肢はないと言っても過言じゃないと思います。ですからそんなメジャーアーティストさんが YouTube で活動するようになった時に音ということを考えた時に皆さん YouTube をやったりする時に iPhone で録画をしたりもしくはちゃんとしたビデオカメラをセッティングしてそして少しいいマイクを買って録音したりしてもなかなかメジャーアーティストさんのような綺麗な音で撮れないですよねそれはあのバンドスタイルじゃなくってもアコースティックスタイルでも同じだと思うんですよね。でその難しさを多分ミュージシャンの人はある一定の苦労をして。 ああ、難しいもんだな何とかいい音にならないかなマイクを買い直してみようかないろいろ考えるわけなんですけれども全くそういうことに関心がなくいわゆる危機戦と呼ばれるリスナーの方にとってはえなんであの人の音楽はメジャーさんの音楽のようにいい音鳴ってないのかな 不思思議ででしょううがないと思うんですよね。やってない人にはそんな難しいことわからなくっていい音が当たり前僕はそう思うんですねだから音が良くないというのは下手すれば言い訳になってしまう。ここらをしっかり押さえておかないと数も難しくそしてクオリティも難しいということを現実よく考えてそして YouTube の研究をすることも大事ですけど並行して音質をよくするような研究をどんどんやらないと音が悪いということではなかなかが成功すすることとは難しいいんだと思います5つ目ですがネットで収益化することが音楽活動にとってとっても優位になるということをまだ ぼんやりとしか見つめてない人が多いのではないかなとそういうふうに感じるんですね僕の仲間にはネットで音楽を成功させている友達というのも何人かいますデビューまでできるようになった人雑誌で取り上げられるようになった仲間いろんな人がいるんですがやはりそれにはネットを活用することによって どんなことがあっても成功しようというそういう意識がその人たちはとっても高かったような気がします。やはり中途半端な形ではなかなかその成功にいくまでは難しいもんだということを認識しましたし僕自身もこの1,000人4,000時間という一つの目標に到達してみて そしてそこからまた逆算してじゃあこれから4,000時間のコンテンツをどんどんどのようにして発信していけばいいのかそれにはこれぐらいの閲覧数はいるよね僕の場合は十数年前から YouTube にコツ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 良くても悪くても音源をもしくは DTM の解説などを どどんどん上げてきましたですから今はもう千日回動画の中からちょこちょこっとです全然僕の場合は大きなものはほとんどないと言っても過言じゃないんですがその何百という数が毎日毎日コツ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 とこう売り上げに上がっていくわけですね。本当に高校生ののお小遣いいみたいなももでですでも 何もしなくてもその今までやっていたことが勝手に収益になっていくというこのやっぱり音楽活動の中で僕の場合でしたら DTM 用のプラグインを購入するとか5,000円1万円そういうようなものを購入したり楽器を購入したりとかそういうような時にこれって足しにもなると思うので特に若い方は。 どこかでこの SNS、もしくはストリーミングサイト、これを成功させて、たくさんのファンをネット上に持つということを真剣に考えてみるのがいいのではないかなと思います。今日は5つの項目を挙げましたが、まあ、次の回からは一つ一つをもう少し深掘りしたりしながら、 音楽でネットをうまく活用して、そしてファンを多く作っていくというこのポイントでミュージシャンであったり d t m だったりそういう人が一つのライフスタイルを確立できるように少しずつお話ししていけたらいいんじゃないかなとそんな風に考えています。 今日は長い話でしたけれどもご清聴ありがとうございました。村長でした。